神奈川県みんなでビューティービーエンターテインメント広報カナフル TV のお時間です。司会の田崎ひかりです。今日は熊井ちゃんとアンナちゃんと一緒にお送りします。よろしくお願いします。初の組み合わせです。意外とそうだったんだね。今までアンナちゃんが一番年下で、はい、って言ってたんですけど、晴れてお姉さんになりましたね。先輩よろしくお願いします。こんなんでごめんなさい、本当すいません。はい、お願いします。お願いします。ルイルイ、今日は何の話題ですか？はいはい、さあ今日はですね、皆さんが普段食べている食材、その中でも神奈川の畜産についてご紹介しますよ。いいね、いいね。番組でもね、たくさんご紹介しましたが、神奈川県の畜産業はですね、実は深い歴史があるんですね。1859年の横浜港開港に伴いまして、横浜に居留している外国人からの畜産物需要の高まりによって発展したんですけれども、その歴史はですね、日本でも最も古いと言われているんですね。さあそしてですね、皆様のお手元に冊子が届いているかと思うんですが、さあこれはですね、神奈川畜産ブランド推進協議会が発行しているものでして、神奈川県産の畜産物を一冊にまとめた冊子なんですね。まあ、お肉とかね、あるし、はちみつとか、はちみつもね、畜産物のカテゴリーなんですね。なんかお肉のイメージありますけどね、どれも美味しそう、あるんですね。美味しそうですよね。さあということでですね、今回私が県内でこだわりや思いを持って生産する方々にお話を伺いつつ、美味しいグルメもたくさん食べてきました。どうぞ。さあ相模原市にやってまいりました。さあ先ほどね、あの神奈川県にはブランド畜産物がたくさんあるというのが分かったということで、まず私が注目したのはこちら、じゃん、エッグ、卵です。熊井ちゃんがやってきたのは相模原市緑区にある井上エッグファーム。こちらで生産される卵、相模っ子にはある秘密が。普通の養鶏所とは一味違うとのことなんですが、ちょっといらっしゃいます。こんにちは。こんにちは。あ、もしかしてあの井上エッグファームさんということは井上さんですか？はい、そうです。あ、はい、すごい数の鶏ですけど、はい、そうですね、これで大体今、2700羽ぐらい。ここだけでですか？この傾斜だけですね。でも何軒もありますよね。あります、あります、はい。平飼いという飼い方。平飼い、はい、あの一般的にはこう狭いところにケージ飼いといって、こうマンションみたいに入ってますよね。で、卵をポコって産んで転がってくるような、でそういう形ではなくて、この鶏舎の中で自由にオスメスがあの伸び伸びと動いているような状態、手作業でこう、これが今取ってきたばかりなんですけど、生まれたての卵たちですか？はい、卵ですね。はい、わ、すごい綺麗ですね。鶏舎の中に入るには衛生管理をしっかりということで、早速着替えて鶏たちの海に突入です。じゃあ中の方に、はい、わあ、いっぱい記憶からこう、なんていうんですか、人間とは接してるので、逆にこう人間が来ると寄ってくる。結構見るからにだってリラックスしてる感じですよね。あの子とかすごいくつろいでますよね。この辺の、下にこう土上げっていうんですけど、鶏さんこうお風呂に入ってるイメージ、体をこうきれいにしてるように。あ、今砂というか土をかけて、はいはいはい、あれが本当にリラックスしてる動作ですね。初めて見ました。はいはい、これすごい。いや、あんまりこういうことはない。寄ってきた。このリラックスこそ平飼いの真骨頂。井上さんはとある考え方に基づいて平飼いにたどり着いたそうなんです。ちょっとまだ一般的には知られてないんですけど、アニマルウェルフェアっていう言葉があるんです。アニマルウェルフェア、はい、動物に苦痛がない生活をさせてあげるっていうのが考え方としてあるんですね。日本語にすると動物の福祉。この考え方は世界でスタンダードになりつつあるといいます。人間だって狭いところ入ってたら嫌じゃないですか。嫌 で、ね、でしょ。ずっと同じところに閉じ込められてたら、うん、はい、家畜だからいいっていう考え方はうちはない。味とかも変わってくる。そうですね、健康な鶏じゃないと本物の卵はあんまり出てこない。こだわり抜かれた相模っ子ですが、うん、気になるお値段は10個で600円と、うん、市場の価格と比べるとちょっと高くなってしまうんです。あ、じゃあちょっとスーパーで見る卵よりは倍。結構一番安いのからしたら3倍。
だけどうちは600円が私はすっごく安いと思う。それだけ支払うだけの価値は絶対あると思う。これはね、自信がある。今の言葉を聞いたら食べてみます。どんな味か食べたくなりました。ちょっとじゃあ向こう用意するんで。いいんですか。いや、ありがとうございます。おすすめの食べ方があるから、ぜひ食べてください。ちょっと私もその美味しさを知りたい。はい、そうですね。美味しい食べ方があるとおっしゃってましたが、何ですかね。ちょっとお腹も空いてきたし楽しみですね。お待たせしました。はい、あ、これはもしかして、はい、ド定番卵かけご飯 TKG ですね。すごい、卵割るの緊張するな。で、はい、ここにやるうちの卵すごい殻が硬いんですよ。今コンってやったら、うん、結構硬くてびっくりしました。一般の卵と同じで多分やっちゃうと、はい、こっち割れちゃうかもしれない、ね。そんなに丈夫なんですか。はい、ちょっとねこういう平らなところで、ね、そう、そのそのぐらい、はい、オッケーオッケー、もう、はいはい、もう、まーす。わー、綺麗な黄身、この黄金色の黄身、そしてなんといっても相模っ子の真骨頂はこの白身。この厚みを見よう。ここまで濃厚な白身見たことない。いや、そしてここにですね、相模っ子専用醤油を垂らしていただきます。宝石みたいですね。もう卵白の色もすごい綺麗。甘い。甘いですよね。はい、うん、甘いと思う。優しいこの甘さとやっぱ醤油のこのバランス、うん、これはリピーターになりたいですね。うん、なってください。いいですか。うん、いや、これからね、こう鶏に対する目線とか、うん、卵に対する目線多分変わっていくと思うんですよ。いや、今日だけでもすごく変わりました、うんうん、もっとね、こう元気な鳥たちっていうのが世間にね、やっぱりこう増えるといいですよね。いや、井上クマムさん、いかがでした。めっちゃ食べたい、あの TKG。 白身の色もなんかちょっと濃くってさ、三段層みたいになってるんですよ ね。あんな盛り上がり見たことないですよね。ひよこの時から餌をあげるのに、うん、あのこう好き嫌いを減らすためにバランスよく食べてもらうために、うん、あのわざとお腹を空かせた状態にしてから、うん、はいはい、餌を与えてるそうなんです。ニワトリさんにも食育をちゃんとして育てあげて、美味しい卵産んでもらって、はい、すごい愛が詰まってる、ね、こだわりもすごい、我が子のように育てて、ね、いや、でもこの相模っ子ってどこで買えるのかしら。そうだ、僕も、ね、食べたいんですけれども、うん、実はですね、井上エッグファームで直接買うか、神奈川県のアンテナショップ神奈川屋か、もしくはインターネットでの購入という形で、うん、ちょっとね、気軽にお近くのスーパーでというわけにはいかないんですけれども、うん、なんとですね、そのお味に惚れ込んだシェフがたくさんいまして、そういったお店でも食べられるんですね。はい、ということで今回その中から一軒、お伺いしてきました。ご覧ください、どうぞ。さあ、井上エッグファームさんでこの美味しい卵をいただきましたが、相模原のシェフがこの美味しい卵をほっとくわけがないということで、この卵料理を使ったメニューが食べられるのがこちら、ソレアドさんです。相模原市中央区の住宅街にひっそりと佇むこちらのソレアドは、本格的なスペイン料理が楽しめるお店なんですが、相模っ子を使ったスペイン料理、楽しみですね。あ、こんにちは。はい、こんにちは。どうしました。あ、すいません、もしかして、はい、この卵に惚れ込んだシェフですか。はい、そうです。あ、こちらのお店でこの相模っ子さんを使ったお料理がいただけるということで、はい、はい、お伺いしたんですけど、はい、見てみますか。いいんですか。はい、大丈夫です。もう準備できてるんですね。はい、もうさすが手際がいいですね。ありがとうございます。卵が4つありますけど、はい、ちょっとじゃあ作っていきますので、はい、当ててもらってもいいですか。わかりました。もうスペインではすごいオーソドックスな家庭料理ですね。家庭料理、はい、4つも使って、それはお塩ですか。はい、お塩を少しと、あとパセリの刻んだものですね。これをこれを入れていきます。もう入れとく。はい、もうだいたい想像つきました。
卵焼き。でももう近いです。オムレツですね。ああ、オムレツ。長、はい、物入ったスペインのどこの家庭料理でも食べられる代表的なお料理ですね。ふわふわのオムレツにするには強火で大きくかき混ぜ、最後はオーブンで焼き上げると完成。出来たて熱々のスペイン風オムレツ、くまいちゃん召し上がれ。さあまだですかね。お待たせいたしました。はい、こちらがスペイン風オムレツになります。おいしそう。すごい分厚い。パンケーキみたいですね。そうですね、それくらいもうふわふわな、はい、ください。このわー、おいしそう。白身と黄身がすごいもうプリプリなので、こういうオムレツにはすごい最適な卵ですね。ふんわり仕上がります。もう卵のふわふわさがダイレクトに出てますね。もうあっ、あっ、あっ、うん、うん、卵の甘みとじゃがいものホクホク感がすごく合いますね。はい、ありがとうございます。おいしい。使うきっかけって何だったんですか？はい、最初に自宅の方で自分たち用で卵を食べてたんですけれども、お家でもご家庭でも、はい、シェフの目からしても美味しいものなので、もっと皆さんに広めていきたいなと思ってたので、まあ、神奈川県は、はい、ブランド畜産物がたくさんあるっていうことを今回学ばせていただいたんですけど、はい、それをちゃんと目で再確認できたというか、はい、すごい自然が多い場所なので神奈川が、なのでいいものはまだまだいっぱいあると思います、はい、そうですよね。いや、ありがとうございました。ありがとうございます。すごい美味しそうだった。うわ、使ったね。めちゃくちゃ美味しかったですよ、いいな。いい卵を使って、やっぱりこうシェフとしてもやっぱりいい、やっぱりいい卵なんだね、あれね。そうですね、やっぱ生産者さんだけじゃなくても、うん、料理目線、料理人目線からでも、うん、やっぱりこだわり抜いた食材を使うことが、うん、シェフの、ね、それだけ美味しくなるし ね。惚れちゃうんですね、その卵にね。あ、ずるいな、くまいちゃん。ねえ、田崎さん、めちゃくちゃ卵好きですよね。卵好きなんですね。もう本当卵になりたいぐらい卵好き。愛してる。もうそれだけ食べたいだろうなと思って、うん、今回ご用意しましたよ。持ってきました。何、はい、ということでですね、相模っ子さんを使用した小田原にあるバームクーヘンの専門店マルコさんのこちらバームクーヘンご用意しました。すごい美しい佇まい。私にもありますよ。食べてください。この一本一本の線がすごい綺麗。このね、マルコさんのね、バームクーヘンなんですけど、マルコさんはですね、井上さんの鶏のこの飼育方法をのびのびと育てるとかね、うん、あと鶏に対する考え方、こういうのにね、共感して相模っ子を使い始めたということで、黄身がきめ細かくて白身が濃厚でバームクーヘンに合うんだそうですよ。なのでリピーターすごく多いそうです。何この口どけ、うん、ひらひらってバームクーヘンってちょっとパサパサするのかなと思ったけど、うん、とろけるね。お砂糖の甘さだけじゃなくて、きっと多分卵が濃いから、うん、自然な甘さも加わって、すごいびっくりした。さあ、ここまではですね、神奈川のブランド卵をご紹介しましたけど、はいはい、相模っ子をご紹介しましたが、続いては神奈川の畜産、うん、牛です。牛、はい、うん、ということで、はいはい、皆さんこの相原牛乳こちらですね、ご存知ですか？いや、わかんない。ちょっと知らない。知らないか、見たことないかも、うん。いや、この相原牛乳、私も初めて知ったんですけど、うん、生産者さんを見たら、うん、びっくりすると思いますよ。これね、本当にびっくりしますよ。そのね、相原牛乳が販売される即売会の様子をまずは見てもらいましょうか。はい、ということで VTR もリピーター続出の相原牛乳、即売会に並ぶお客さんたちの反応は？何を買いに来ますか？アイハラ牛乳って書いてある。なんていうの、濃くなる。めっちゃ甘みと濃くなる。美味しいですね、やっぱりね。他では買わないです。そうですね、ネットであと見て結構並んでるって聞いたので、ちょっと早めに来たんですけど、並んでらして。今
は牛乳買われないですか？あれば買おうかと思ってあ、じゃあ売り切れちゃうってことですか？あ、そうですね、遅いともうないですって言われちゃって消費者のハートをわしづかみにする相原牛乳とは、即売会の様子を見てみると、え、あるけど糖質学校ってこと？そうなんです、相原牛乳とは神奈川県立相原高校の生徒さんたちが生産している牛乳のことだったんですね。この日は即売会開始わずか30分で相原牛乳はラスト1本に。毎回こんな感じです。大体売り切れます。あ、なんか毎日搾乳とかしててちゃんとやっててよかったなって思います。買ってくれるお客さんがいるんで、それは喜んでもらってるんで、それは多分続けてるんだと思います。ってことは高校生が作った売ってる牛乳？そういうことなんですよ。売ってるの？売ってるの？気になりますよね。あの即売会では牛乳の他にもですね、豚肉、卵、野菜なんかも販売されてたんですが、新鮮で品質が良くて値段も安いと大評判なんですね。綺麗。でもね、これね、先ほどの即売会は学校の授業ともちょっと違うんですね。授業じゃない。え、なんだろう、何？実はですね、この即売会は部活動の一環だったんですよ。部活動なんだ。はい、え、なんかサッカー部とか私ダンス部でしたけどそういう並びにあるの？そうなんですよ、畜産部って言うんですけど、その畜産部の方々がやってる活動に密着してきたので、畜産部、こちらの VTR ご覧ください。おお、気になる。先ほど即売会が行われた神奈川県立相原高等学校、実は全国でも珍しい農業科と商業科を併設する専門高校だったんです。その中でも生産者の卵の生徒たちが畜産の生産販売まで行う部活、それが畜産部なのです。本格的。おはようございます。ただいま朝の7時でございます。ということで今日は相原高校にやってきたんですけど、ここで畜産部が朝練をしているということなので、ちょっと早速その様子を覗きに行きたいと思います。あ、聞こえました？今もうって言いましたよ見てください、ちょっと顔出してます。うわ、おっきい。おはようございます。おっきい。畜産部の朝練っていうのはどういうことなんですかね。え、おはようございます。おはようございます。あ、畜産部です。はい、畜産部の山田です。本日はよろしくお願いします。山田さん、よろしくお願いします。はい、今あのサッカー部とか野球部が朝練をするように、皆さんも今、そうです、朝練のような、早く起きて来ています。そうなんですね。はい、え、ちょっと本当に高校生ですか？はいちょっと中見せてもらってもいいですか？はい、お邪魔します。ちょっと待ってください。はい、何ですか？先に作業着と長靴に着替えていただいて。この格好じゃ中に入れない、はい、そこまでちゃんと衛生面にも。じゃーん、着替えました。じゃん、似合う。かっこいい。こんな着こなせる人いないと思う。ね、が足りてよかったっていう安心感と、ちょっと着替えた瞬間私サバゲーやる人に見えたんですけど、大丈夫かな？農作業する人に見えますかね？現在今うちの学校にいる牛の搾乳の真っ最中です。朝のこの時間と夕方放課後やっています。生徒さんが本当に取ったものを販売してるんですね。はい、そうです。相原牛乳の美味しさの秘密はその徹底した品質管理。一頭一頭の牛の体調を把握し、それぞれ特別に配合した餌を与えているんです。あの豚舎があります。豚さんです。あ、はい、豚さんもいるんですか？はい、これは何ていう子ですか？多分カメ豚かなって思います。ちょっとその辺は専門じゃないのでわかんないです。あ、いろいろ皆さん、そうです。授業ではみんなやるんですけど、部活動では担当が分かれていて、畜産部は飼育を担当する家畜ごとにプロジェクト分けすることで、自分が育てる家畜の研究に専念しているんですね。今日は熊井ちゃん、牛プロの活動に密着させていただきます牛プロ
活動としては月曜日からいつまでやってるんですか？牛は基本的に毎日世話しなきゃいけないので365日毎朝、夜夕方もやってます。元旦も？そうです、そうです。だってこの後勉強もするんですよね。授業も授業終わって世話をする感じですね。いやもう本当に皆さんプロ意識があって高校生とは思えないんですよ。でもこうやって授業の様子を見てると、あ、普通の JK 女子高生なんだなと思って私も安心しました。ちょっと安心する。そうだよね、本当に一生懸命勉強してますよ。大変だな。もう放課後の部活動が始まってますよ。もう皆さん授業終わってすぐ。そうです、すぐみんな作業着に着替えて始めてます。いやー大変。何か私に伝えることがあれば、はい、ぜひお願いしたいなと思うんですけど、何か私でもできることありますか？この子も搾乳をぜひお願いします。いいんですか？はい。じゃあよろしくね。すごいいい子にしてるんですね。スプリちゃんはすごくのんびりしてていい子ですね。まつげ長い。すごい。結構ゴシゴシやっちゃった方がいいんですか？結構汚れをがっつり落としてください。拭いて、なんかずっと触ってたいから。はい。あー待って、怒られた？大丈夫ですか？ちょっとハエとかが気になっちゃってる。そうなんだ、ごめんね。知らないな。曲げて下に来たら伸ばす感じです。曲げて伸ばす。それではお願いします。曲げて、はい、曲げてニュートンのところにしたら伸ばしてください。伸ばす。そうです。あ、入った。あー、もう見てください、ほら出てる。すごい勢いで。結構大変な作業ですね。そうですね、これも365日。そうです、毎日俳優やってます。はい、これだけの努力があって私たちが美味しいそうですね。いやいや、もうすっかり私も牛にハマっちゃいまして、続いては哺乳という作業をやらせていただきました。大きな哺乳です。かわいいですよね。いっぱい飲んでますよ。まあ、搾乳して哺乳もしてってなったら、ちょっと自分もなんか飲みたくなっちゃったんですけど、牛乳なんかさっき取れたやつとかって飲めたりしないんですかね？牛乳、絞った牛乳っていうのは必ず工場で殺菌処理をお願いしていて、そのまま飲むことはできません。あ、そうなんですね。はい、でも相原牛乳も加工したものが用意されているので。飲みますか？今日たまたまあるんですか？そうです。ラッキーと喉乾いてきちゃって。ということで、くまいちゃん、相原牛乳をもらいに畜産部牛プロジェクトの部室にお邪魔しました。早速このね、出来上がった相原牛乳をちょっと私いただいてもいいですか？うわ、甘っ。うわ、美味しい。うん、いや砂糖とか入ってないよね。入ってないですね。っていうくらいすごく甘くて濃厚。いや、めちゃくちゃ美味しい。いや、とっても美味しい牛乳を作る牛プロですが、意外に女子率がおよそ7割で、青春を牛に捧げる牛 JK の実情を聞いてきました。女子が多いんだね。そうなんだ。そうなんですよ。もし休みがあったらどんな JK ライフを送りたいですか？ちょっと部長。まあ時々こうちょっと都会の方に行ったりは憧れるので行きます。ちゃんと原宿行ってなんかクレープ食べたりとか。あー、もうめっちゃ幸せですね。普段やんないのであんなこと。じゃあ今一番やってて楽しいのはそれですか？全然牛の方がいいですね。そうなの？たまにやるからいい感じは。嘘。そうなの？ジャニーズを愛してると。もう本当に大好きです。じゃあもうジャニーズと牛さんだったら牛さんだったらそこちょっと究極なんですよ、私の中では。嘘でしょ。休みの日は他の牧場の実習に当ててるんで
もう365日本当に牛です。休みの日まで、はいはい、本当に JK？ 一応 JK です。愛情を持って育てることで美味しさがさらにアップするんだよっていうのをすごく実感したなと思うんですけど、結構手間暇かけて育ってるつもりなので、そういうのを売った時に消費者の方とかが美味しいわって言ってくれると、うん、もう嬉しいですね、やりがいですね。ちょっとこれからも夢を追いかけつつ、皆さんにね、消費者の方に美味しい牛乳を届けていってください。はい、いやちょっと素敵な話が聞けて私も元気もらいました。ありがとうございました。ありがとうございました。いやこうしてみると、ね、普通の女子高生なんだけど牛愛がすごい。ねなんかあの時代って自分と比べると自分のことばっか考えてたじゃないですか、うんうん、なのに消費者とか牛のことを考えて、そうそうそう、あの子たちの育て方まで気になっちゃう。いや本当に、ね、なんであんな立派な、ね、素敵な子供たち、すごいもうやっぱ将来は牛の関係に携わる仕事に就きたいなっていう。もう本当によろしくお願いします。ありがとうございます。偉いですね、自分の高校時代があったら見習ってほしいですね。もう自分の時代の、ね、彼女たちを。さあ今日の放送を見て、はい、神奈川の畜産ブランドに興味を持ったそこのあなた、うん、朗報です、ね、来週18日日曜日に横浜赤レンガ倉庫で神奈川畜産フードコレクション2018が開催されます。井上エッグファームと相原高校の生徒さんたちも出展しますので、直売所や即売会だけじゃなかなか購入する機会がないという方はこの日がチャンスです、うん、しかも同じ日にはですね、うん、神奈川ミルクフェスティバル2018も同時開催します。家族で楽しめるイベントが目白押しですから、皆さん行ってみてください。はい、ぜひね、相模こと相原牛乳も、うん、ぜひ味わってください、うん、ね、本当もうあの365日大変だと思うんですけれどもね、あのぜひ愛情を持って育て続けてください。私たちも応援してます、はい。